2分で、東京リベンジャーズ246は始まりますー。竹道が、八居増しをぶっ飛ばした。弱かったはずの竹道が。みんなは驚いていた。でも、戦時だけは驚かなった。三天戦争で、マイキーとやり合った竹道を見ていたから。あの時、大小とぶきに膝をつかせたんだった。竹道は、強くなってきているかもしれない。みんなは、 竹道に負けずに気合い入れてぶつかる決意をした。東京万事のみんなは勢いよくかかってくる相手をぶっ飛ばしていった。ぶっ飛ばされた拡張は呆然としていたが、マイキーがそこに近寄ってきて、拡張を消しかけた。拡張は立ち上がって、千冬に向かっていった。拡張は千冬をぶっ飛ばして、竹道に向かっていった。竹道は全力で、拡張のパンチを受け止めたが、竹道は、 各長が見てきた子供の頃のヒーローだった目をしていた。果たして、このまま東万寺のみんなは、マイキーたちを勢いよく倒していけるのか